はい、今回はオリンピックの柔道の試合についてえまあ注目されてるんでちょっと調べて思ったことを話していきます。この長山流寿選手の柔道の試合がですねまあ炎上しているんですがこれはもう問題は審判にあるまあそういうふうにまあ考えられると思います。でこの話ですね、えー、リスナー様も見た方多くいらっしゃるかと思うんですがまあちょっといろいろ考えていこうと思います。 で最初にお話しますが、僕はスポーツとか全く詳しくないんでね、のの柔道のことについて、どうのこうの、全く言いませんけど、よく考えて、これ、明らかに審判がおかしいでしょっていう話、この相手のですね、対戦相手のこのガルリゴスっていう選手も、これもおかしいと思いますが、 まあ一番おかしいのは審判でしょうね。で審判とこの、えー、ガルリゴスも裏でつながってる可能性もありますが、まあ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 、ひどいですよね。何がスポーツマンシップにのっとってってね、笑わせるなってあの思いますけど、まあ、僕はあスポーツとか見ないんですけど、スポーツとか見るとね、それなんかスポーツマンシップにのっとって公平にとかってずるしてんじゃないかってあの思って、結構ね、あの頭に来てしまうんで、あのまあそういうこともあるんですけど、まと、あ、いうことで、まあ、ちょっと話がそれですいませんということで。 でこれオリンピックの競技をまあ通してですねまた日本をこれ潰そうとしてるんですよ。まあ、僕はそうとしかあの思えないんでね、まあ、そういうまあまああ感じでまあ見てると、うんまあ、皆さんも多分同じかと思うんですけどで、まあ、この一応ですね、えー、まあこの試合をまあ見た方が多くいらっしゃると思うんでまあ僕なりのまあ説明というか解釈もまあしていこうと思うんですがまあ、これ何かっていうとですねこの 長山選手とこのね相手のこのガルリンゴスっていうのがまあその試合をしたっていうことなんですけど、でどういうことがこれ問題になっているのかというと、待てがかかったのに、この締め技を続けたんですよね、この相手方のこのガルリンゴスがね。ねでその後に失神と判定されたっていうことなんですが、まず1つ、ですねこれあの映像を見るとわかるんですが、これ失神してませんからね。あのこのこ山選手失神してませんから 失神したらあのこの何秒かですっと立ち上がることはできないんですよ。もう動けない状態なんで。だからまずこのおまあ、失神と判断されたっていうことは間違ってるんですよね。でこれ謎とされてるんですがあ、この締め技に入った時になぜ待て、えー、がかかったのかっていうのも意味がわからない、うん。これはあのまあな、なんていうのかなあ、柔道のルールなのかなんかわからないし。 でこのおこの待てっていう声がですね、あの相手のこのガルリゴスに聞こえたかあ、聞こえなかったんじゃないか、聞こえたかとかなんとかね、その観客の声がどうのこうのって言いますけど、そんなことは別にいいんでどうでもいいんですよ、そんなことは問題ではないんですよ。これ審判の判断がおかしいですし、あのこれ一本間違えたらね、人亡くなるからね、そういう意味でもこれ、注目されてる話だと思うんですよ。でこの <laughs> まあね 失神したんだっていうことを声高に話すんです。失神してませんから、うん、ちょっとしか立ち上がってるんで、だからそのこと自体もまず間違ってる、意識を失ってないんですよ。だからこの審判の言ってることとか、失神したんだって言ってる人もいますが、まずそこに大きな間違いっていうか、疑問があるんですよね。で、これ何を裏で細工してるのかっていうと、日本が勝てないようにしてるんですよ。あのこの永山選手ってその後ですね、銅メダルを獲得されたっていうことで、 まあそれでもね、素晴らしいと思いますが、とにかく、この永山選手をですねこの金メダルを取らせないように、永、うん、山選手だけではないですが、日本のまあその選手たちがあ金メダルを取らせないように、裏で計らったんですよ。で、オリンピックっていうのは、あのもう昔から分かってることなんですが、これ、あの金と利権の祭典なんですね、な平和にどうのこうの、なんとなくはんとかとかって言いますけど、全く関係ありませんから、一部の人間たちの金と利権の祭典です。 公平なスポーツマン精神に基づいて関係ありません。もうズルだらけです。今回もズル出たじゃないですか。で、別に僕はその柔道に興味がないし、このガルリンゴスっていう選手をも応援する気もないんですよ。このガルリンゴスをね、えー、応援してる、ま、人がいるみたいなんですけど、で別にこれを言うとですね、どう思われてしまうのかわかんないですけど、永山隆寿選手っていう方も知らないんで,で、もちろん別に悪くなんていう気は全くないですよ。だけど、このなんていうのかな、うん。 悪いのは審判、100%と言っていいでしょうね、100%審判が悪い。ガルリンゴスっていうのはどうでしょうね、50から90%悪いと思います。で、この中山選手、全く悪くありません。あのきちんとルールにもあの乗っ取って、公平に頑張っていたのにま、またね、まずるですよ、こういうずるね。で、多分これ、一部言われてるんですが、まあ、僕もこの可能性高いなと思うんですが、おそらく審判って賄賂もらってるんじゃないですか。 ワイ袖の下ですあのこういうふうにあの判定しろよっていうことで、あ、分かりましたとか言ってるんですよ。で、それにもしかしたら、このガルリゴスも、まあ、事前に打ち合わせをしているとも取れる、うん。で、この長山選手っていう日本選手だけは、えー、そんなことをされていないんで、もうね、試合頑張ってるんですけど、もう途中でなんか何がどうなったか分からなくなってるじゃないですか、わけわかんないじゃないですか。 っていうか、この柔道の件、皆さんも思うと思うんですけど、こんなのが通ったらもうね、なんだって OK ですよ。だってルールなしなんだから、極端な話ですよ。サッカーってあるじゃないですか。あのサッカーっていう、あの、あの、スポあの球技。うん。審判がタイムって言った後に、相手に、えー、相手のゴールにボールを入れてもいいことになるし、極端な話です。ルールがなかったらあの、サッカー、サッカーで手でボール入れたっていいじゃないですか。だってルールがないんだから。 成り立たないんですよ。だからそういう成り立たないようなことをしてるんですよ。わけわかんないでしょ。で、そういうことをしつつ、あの日本を貶める、日本に、日本が金メダル取れないように、別にね、あの変な思い込みでもなんでもないですよあ。こういった怒ったことから逆に考えると、そういうことをしてるんだろうなと。あと、外国でですね、日本を貶めて批判をすることが、これも目的のそのね、世論操作の可能性がありますね。実際あの SNS に投稿してある、まあ、日本人が外国人の,、えーね、その投稿を、まあ、したものを見たんですがこういったものがあ,ありましたからね。日本の選手はなぜ握手をしないんだという外国の反応、ね、するかってずるされててするかって、まあ、僕は一日本国民だから言いますけどするかそんなの、うん、おかしいと思ってんだよ。 でこれ状況的に、この永山選手っていう日本の選手だけがもう試合でね、頑張ってやる時何が起きたかわからないわけじゃないですか、そのず,ずるされてで、しかもね、一歩間違ったらあのようにき行きかねませんから、そういった状況下においてね、ね、えー、そのわずか何秒で、しかも審判に抗議してたんでしょうで、それをあの日本の選手はね、えー、なんかフェアじゃない、握手をしないじゃないか、フェアじゃねえの、誰だよって、うん、相手選手と審判でずるしやがってよ、意味がわかんねえんだよって、僕は思ってるんでね。 うん、握手拒否え当たり前ですそんなね、えー、意味の分かんないあのズルをされて、うん、すこのまあまあこれ言うとねリスナー様にどう思われるか分からないですけどいいんですよこんな握手なんてするかってだってスポーツマンシップに乗っとってない不公平のズルしてんだろそんなのに乗らねえよって話、うん、でもそういうことを、まあ、僕今言いましたけど言うと <laughs> なんか日本の選手はどうのこうのいやだから汚いことやってるのはその外国の選手と外国の審判だろって僕たち国民にも言い分もあるし で例えばそう思ってる人っていうのがいるんですよ。でこれっていうのは先ほどのその指針の話もそうですけどまず指針してないからねんあのこういったことに関してもまあその、まあ、知識といいますかそういったものがね、えーまあ、まあ考えればわかるんですけど指針してないですからね。うん でこ,これってうのはさっきも言いましたけど何かっていうと裏の力が働いてるんですよどうしても日本を負けさせたいこのガルリンゴスをかさ勝たせたいっていう、まあ、ことなんですよねで、えー、これ何がこれ問題になってるのかっていうとこの審判が待てと言った後に6秒間締め続けたっていうことでそこからですね、えー、まあ判定で一本勝ちになってるっていう、まあ、そこなんですよね。 でこの審判の待てっていう後にも6秒間締め続けたのがおかしいっていうことなんですよ、ね。でこ、これでガルリンゴスが攻められるんですが、あのー、それ以上にやっぱりおかしいのは審判なんですよね。うん。待てって言っておきながら、ああ、このね、何、えー、て言うのかなあ、その、止めなかったっていうか、何て言うのかわからないけど、待てって言いながら、あただ見てただけ。だこれ間違ったら、本当なくなりますからね、人。 そのレベルのの話なんですよだからこの件が注目されていると思います、うん、でそのね言われてるのはあ仰向けになったことにも心配してる気配がないとかっていうのも言われてるんで、まあ、そこら辺についてはちょっとわ分からないところもあるんですけどであの、ね、こ,これはちょっと別にね誤解がないように言いますがこの,おなんていうのかなガルリゴスの肩を持つわけでも何でもないですけどあの聞こえたか聞こえないのかが分からない多分聞こえたでしょ。 って僕は思うんですけどね、僕はあの聞こえていて、なんかこのガルリンゴスと審判でズルをしたと僕は思ってるんですよね。で、この中山選手っていう日本人だけは頑張っていて、こう、なんていうのかな、陥れられたっていう感じだと思います。で、まあこの日本のチームが抗議してるって言うんですが、まあ、その抗議も通らないっていうことでね。 でこの言ってしまえば、本来であればね、審判が公平に、えーまああ、なんていうのかな、判断してるんであれば、このガルリゴスの反則負けになって終わるんですよ。ああの声が聞こえないとか、そんなのも知らねえって話だからね。だけど、そうなってな,な,ないじゃないですか。で、アゲグ果てこの件を、まあ、火種にですね、えー、この外国では、あ日本がね、えー、スペイン人から日本は無礼だとかって言ってるんで、知るかって話ですよ。 あのだって日本人は、あねこの永山選手そうですけど、正々堂々とね、試合に臨んでるわけじゃないですけ何が無礼だ、知るかわけわかんねえなって、僕はそう思いますけどね、まあ、そういうことを言うから炎上してしまうんでしょうけど、いや、完全におかしいでしょ、普通に。ではその審判の客観的判断が通っていれば、あ別にこんな炎上することもないし、あの実際、世界でもこれおかしいって思,思われてるんですよあの。それは日本がじゃないよこのお 審判がおかしいっていうことを思われているんですよ。で、ちょっともう一回ね、えー、流れを確認しようとも思うんですが、多分こういったことなんですよね。単純に分かりやすく言うとね、審判がマテをかける。でもこれなぜマ,マテをかけたのかが分からない。で、まあ長山選手は声が聞こえていたんでしょうね。で、マテが聞こえたということで、だからこの長山選手が聞こえていてガルリンゴスが聞こえないっていうのはこれおかしいんですよ。 でえー、しかし、ガルリゴスはですねその指名技を続けて、えー、中山,あ長山選手は失神したっていうのは失神してませんからね、でこの一連の流れを見て、審判が一本勝ちとしたっていうことなんですがあ、これおかしいんじゃないの、審判の結果があってあの、会場から批判の嵐なんですよ、だから別に日本人がどうのこうのっていうことはないんですよね、うん、審判で何やってるのって、これ、ガルリゴスの反則負けじゃないのっていうことなんですが、ガルリゴスは勝ってると。 だから意図的な誤信でしょうね。でこの世界の柔道に詳しいファンの人たちもおかしいと。なこのガルリンオスが待てって言われたのに待たずに、えー、それを続けたことがおかしいしその審判はなぜ、えー、それをまあ咎めないのかっていうことなんですよ。っていうことなんですよね。んがあの大きな注目点炎上点だと思いますけどね。うん 普通に考えてですけど、でこの永山選手があ聞こえていて、このガルリゴスだけが聞こえないって、耳が遠いのかっていう、そういった話でもないと思うんだけど、おかしいでしょ、普通に考えて。で、審判が普通、待てって言ったら、あの試合が一時停止になるはずなんですが、あ全くならずに、その後も締め技を続けてるっていうことで、これ、あのね、えー、マルチ未遂に当たるんじゃないかっていうことを言われていて、確かにそう思いますからね。で待てって言われて、鹿としてやり続けるって、それ、危ないでしょ。 それ公平とかどうとかじゃなくて、あのその競技の中において、万が一人が亡くなるって、そういったあの、ねえー、事故につながる可能性があるから、この件って批判されてるんですよ。だから、あ100%審判が悪い、ね、ガルリンゴスは分かりませんから、50から90%悪い、永山選手は何も悪くない、僕はそういうふうに思います。で、まああのねえー、やっぱり頭にくる人が多いんでしょうね、僕はさっき言ったんですように、そんなスポーツを見ないから、うんまあ、こんなことがあったのかとかって思ったんですが、 まあ今回あの言われてましたからね、うん、聞こえないふりをすれば何でもやれるっていうことでね、うん、聞こえたか聞こえてないかっていうのはわからないっていうことなんですが、長山選手が聞こえてガルリゴスが聞こえないそんなおかしな話はないと思うんで、多分聞こえていたと思います。ただ、わからないってことで50から90%ガルリゴスが悪いって、審判は100%悪いと思いますよ。100%っていのは一応んないことですけど、 だからその試合の中においてその、ねえー、危ない命に関わるようなことがあるでそういったことを許容したというかそちらの方向に行ったこの審判というのはこれあの処罰の対象に本来はな,なるべきなんですよでも,もう全くなってないでしょ うん、でこのガルリゴスもですね聞こえたか聞こえないのか分からない試合になんか集中していたんだいやいや試合に集中してたってそれは聞こえなかったら、ね、人の、ね、生きるか生きられないかってそういったことにつながるじゃないですか,だからそれを止めるのは審判なんですが審判が止めてないし、ね、そのガルリゴスもわけがわからないわけですよでこれもですね,、えー、ねそ調べて、まあ、投稿した人がいたんでまあそうだなんでそこ,この今から言う話からして ガルリゴスと審判がグルで,ですよね、ガルガルルリゴスがですね試合後のインタビューで言ったんですよね、審判の判断は絶対だからって言うんですが、うるせえって話じゃないですか、普通に考えて。意味が分かんねえ。で、このガルリゴスって聞こえてないとかって言って、えー、ね、えー、まあ、待てって言われて無視して締め続けたんでしょ何ほざいてんの,の意味が分かんねえけど。 うん、自分は悪くないんだって、うん、じゃあ誰が悪いって言ってんだよって、日本が悪いって言ってんのかって、まあ、そういうことをね、深く言うと、また炎上してしまうんで、あれですけど、だからおそ,おそらくですよあの、まあ、冷静にというか、冷静さを失って、まあ、すいませんということですけど、冷静に言うと、まあ、審判とガルリゴスがグるでしょうね、うん、日本を陥れようと、日本に金メダルを取らせないようにしようと。 まあそういったことを、まあ、画策していたと思います。で、そういったことが、このガルリゴスの試合後のインタビューにも表れてるということで、うん。で、まあ、あのこの柔道に詳しい方がね、えーまあまあと、多分投稿されていたんで、なんか結構いらっしゃったんですよ。 あの柔道をまあ何年も何十年もやってこんなことはおかしいんじゃないかっていうことでねでそ,のまあそういった方たちの判断としては待てっていうことだったら永山選手は失神していないっていうことなんですよねで永山選手が失神していたっていうことであれば1本のはずなんですっていうことをおっしゃってるんですよ。 で待てから始まって、その次の始めの間に、そういったものは何してもしてはいけないし、したとしては無効になるということです。だから、審判の待てから一本の判断がありえないと、だから審判が悪いということを言ってるわけですね。僕もそう思います。あの、この、あの柔道に詳しい方ほどわからないですけどで、これ本当にですね、この永山選手のこの試合、 命に関わる行為っていうことなんで、えー、こんなのふざけんなって話で,で、この日本柔道連盟っていうのは、もっと抗議をするべきだとかって言ってるんですが、まあ、ど抗議したって言ってるけど、どうなってるかわからない。危ないじゃないですか、試合とかって言って、人の命がね、えー、失われる可能性がある,あるわけですよ。 だから、まあ、ちょっと違う目線としては、日本柔道連盟は、ね、もっとその選手のことを考えてほしいとか、まあ、そういった意見もありますが、とにかく日本が不利になるように見えない力が働いていると思います。でこ今回の件は、リスナー様も思っている方が多いと思いますが、審判が悪いですね、それだけです。 審判がおそらく袖の下の金賄賂をもらってるんじゃないかと思いますし、まあ、もしかしたらというかこのガルリンゴスも、まあ、仲間というか、ね、そちらにまあ協力加担しているとでこの永山竜二選手というのはあ頑張ってやったのに。 本当に悔しい思いをされてね、僕たち日本国民からしたら、本当に悔しい限りだと、まあそう思ったので、ちょっとこの話題の件についてお伝えいたしました。まあスポーツに関してちょっと詳しくないんで、えー、うまく伝えられないところがあったので、申し訳ないですということで、今回はここで終わります。最後まで聞いていただきまして、ありがとうございました。失礼いたします。